ご存知、橋本でございます。久しぶりに野菜のネタなんでございますが、昨晩ですね、ここよくね人参とか、その他いろいろ野菜を作ってるんですけどもね、やつに侵入されました。電気木柵とかやってるんだけど、その中ね、どっかから多分入ってきたんだろうね。やられた、マジで。まあね、被害状況の方確認していきましょう。はい、被害状況なんですけども、朝ね、気づいて直したんですけども、あまりちょっとね、剥き出しになってると苗死んじゃうんで、さつまいもの掘り返し、こっちとかもう、植えてるんですけども、ね、この鼻でここ掘って、多分さつまいもとか結構匂いとかするんで、ね、掘り返しております。でここら辺痕跡ありますよね、踏み込んだ、ほら足跡ね、結構大きいやつだと思います。で入ったのは多分、この形跡から見ても1頭のみで、オスの単独かなって思います。で、ね、やっぱジャガイモね、やられました。でこういう、のも掘り返しちゃって、で結局また収穫前の芋なんですけども、剥き出しになってる状態です。こんな感じで、あと食害もね、かじったりもしてってます。まあこれら辺はあと持って帰って食べれますけどね、ほらかじってて、こんな感じ、もう何もない。でイノシシなんですけども、豆のね、若葉をね結構食ったりするんですよ、こいつは。ほら見て、ほら上の葉っぱがねもうないんすよ。こんな感じでやられました。あー、どっから入ってきたんだよ本当に。ほらね、中だ。はい、ということでね、このぐらい被害が出ました。で、今ね全部電木、それからワイヤーメッシュに穴ないか、この電木かかってるところと、あとワイヤーメッシュの近辺を当ててきたんだけど、ないっていうことは多分突発的に入り込んできた個体でないかなと。まあ 2,3 頭なのかなね。こう移動してたりするときに突発的にこう入ってきちゃったりすると、まあそのね、通りすがりの畑とかでこう被害を出して、その後被害ないっていうのがあるんですけど、まあ今日1日目なんで、まあなんとも言えないですけどね、様子見てみたいと思います。まあこれ以上ね被害がないことを祈りたいんですよね。いればね撃つんだけど。ショックですね。ハワイに散髪されちゃいました、この枝豆たち。じゃがいもなんてね、半分食われますし、まあ家庭菜園だからしゃあないけど、ここはね、これが本気で育ててるのだとブチ切れてますからね。ということでね、とりあえずまずは経過観察ということで、1日目こんな感じでした。2日目ない、何にもないことを祈りたいと思います。